皆さんこんにちは、ともりあらたです。今日は私が愛用している美顔器をご紹介したいと思いますので、最後までご覧ください。最近美顔器流行ってますよね。なんか本当にいろんな機械がいろんなメーカーさんから出てると思うんですけれども、大きく分けてリフトアップ系と、あとなんか保湿系に分かれるのかなっていうふうに思います。もちろんね、脱毛とかいろんなジャンルもあると思うんですが、お顔っていうふうに特化するとですね、やっぱりリフトアップ系と保湿系かなと。でリフトアップ系でいくと大きく分けて2つあると思うんですよね、機序がね。で1つは EMS とか低周波って言って、筋肉に刺激を与えることで筋反射ってキュッと引き上がるっていうもので、もう一つは RF という高周波でして、これは高周波で筋肉とか脂肪層に熱を与えることによって、熱を与えるとお肉ってしぼむじゃないですか、キュッと収縮するので、それでリフトアップするっていう、この2つなんですね。ただ正直私はじゃあどっちを選んでいくかっていうと、 RF ももちろんいい機械なんですけれども、RF の最高峰といったらそうサーマクールですよ。なので私は年に2回ぐらいは RF をしっかりとクリニックで照射しているので、正直医療のものの方がやっぱり効果高いと思っている派なので、私はクリニックで当てればいいやというふうに思っているので、 RF の機械って家ではあんまりいらないかなというふうに思っていて、低周波とか EMS っていうものを使っています。そういった観点から私が愛用しているのがこちら、マイトレックスプルーブです。こちら結構立派な革の箱に入っているんですけど、開けると結構大きく入っていて、これが本体になります。こんな感じめっちゃ軽いんですよ、これすごく軽い。でそこに3つのアタッチメントがついてます。本体に簡単にアタッチメントがほらついて、取る、つけてっていう感じでできるのがすごく簡単です。でそれぞれブラシ型、フェイス用、なんとボディ用という3つのアタッチメントがついています。でこれね、それぞれがそれぞれの特徴があってすごいんですけれども、まずこの頭皮とお顔用のブラシ型、結構ねブラシ型で柔らかいですね、こう当てると柔らかい感じになっています。でこちらはこう頭皮をこう当てたりとか、あとはお顔に当てたりするような感じです。で私結構ねこの首とか当てるの結構好きで、柔らかいからもちろんゴシゴシしたら摩擦になるとは思うんですが、そうしないで私はこう当てるような、ちょっとピクピクピンみたいな、ピクピクピンみたいな感じでこう当てるような、特にね頭頂部とかをするとすっごく気持ちよかったり、この首の後ろとかもねすごい気持ちいいので、結構ね撮影の前とかやることが多いです。このブラシ型のものはですね、スキンリフトパルスと呼ばれる皮膚にアプローチする低周波が出ています。でこれは周波数を一定に保ちながら高電圧なんですけれども、皮膚を刺激する低周波のパルスが出てるんですね。それによって肌を引き締めてキュッと上げていくっていう感じになっています。でこのブラシ型が皮膚を刺激する低周波ということなんですが、これをピュッと変えて同じお顔用なんですけれども、またアタッチメントを変えて、これはですねお顔のまた今度は筋肉を刺激するようなアタッチメントになってます。これはですねディープ EMS パルスと呼ばれるものでですね、筋肉にアプローチするんですね。でさっきとはまた周波数を変化させることで、結構さまざまな筋肉の運動を目的とする、ちょっと奥まで筋肉まで刺激する、一般的に EMS と呼ばれるものになっています。やっぱりたるみって皮膚と筋肉の緩みによって起こるんですね。なのでクリニックとかでもたるみ治療の時には皮膚を引き締めて、あとは筋肉を引き締めてっていうことをやるんですが、普通の EMS の機械って筋肉だけにアプローチすることが多いんですが、このマイトレックスプルーブはこういうね皮膚に行くモードもあるし、もちろん筋肉に行くモードもあって、皮膚と筋肉をそれぞれ別のモードでしっかりとケアできていくっていうのがすごく嬉しいなっていうふうに私は思っています。でこれは専用のクリームを塗るんですけど、これでピョンピョンっていくと本当になんかいつも使ってない筋肉っていうんですかねに刺激が入る。このブラシ型はやっぱり皮膚を引き締めてるなっていう感じで表層かなっていう感じなんですけれども、やっぱりこのディープ EMS パルスモードだとしっかりね、いつも使ってない筋肉までアプローチできてるような気がして、全体的に引き締まったような感じがしてきます。でもう一つこちらのボディ用もあるんですが、こちらもディープ EMS パルスが出てるんですけれども、体用なので顔のものに比べてやっぱりパルスが出る場所が結構大きいですよね。なのでこれは体用になります。
体も結構いろんなところできるんですよ。お腹とかよくあるじゃないですか、あなたお尻なの太ももなのみたいなところに当てるのもいいんですが、私が一番好きなのは二の腕です。やっぱ二の腕って大人になると結構なんか緩んでくる場所なので、これをですねちょっと君はちゃんと引き締まってくださいよっていう感じで私は当てたりしています。リフトアップの、ね、低周波の機械って結構いろいろあると思うんですが、皮膚にアプローチするモードと、まあ、筋肉にアプローチするモードどっちもついてるっていうこのマイトレックスのプルーブが私の最近のお気に入りです。続いては保湿系のものになります。保湿系のものの一つがこちら、エンビロン DF モバイルスキンケアデバイスです。これはいわゆるイオン導入器になります。エンビロンさんっていうのはクリニックで、ね、扱ったりエステさんで扱うビタミン A をメインにした、まあ、老舗のビタミン A といえば、まあ、エンビロンが一番最初に入れたんじゃないかなっていうくらいすごく有名なんですが、で私自身もエンビロンのスキンケアずっと愛用してるんですが、その中でイオン導入ができるものになります。でビタミン C ももちろんなんですが、ペプチド系だったりそれこそビタミン A もこれでね導入することができるんですよ。なので気になるポイントだけにそこで導入っていう風にできるの でクリニックバージョンもあるんですけれども、クリニックで結構ねイオン導入って時間かかるしこまめにやりたいものなので、私はこちらはですね自分自身購入して結構乾燥が気になるなとかビタミンをもうちょっとこの部分だけ張り持たせたいから導入したいっていう時にはこちらのエンビロンのイオン導入器を使ってます。続いても保湿系のものになりこちらです。エストバイオミメシスベールです。こちらは前もご紹介したと思うんですが、パカッとここ開けてですねきますね、わかりますかね、ちょっと白い糸みたいなものが出てるの、ちょっといっぱい出したんでこんな感じになってます。でこれだん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 こうやって透明になっていくんですが、これは1本の糸で、まあ、要は第二の皮膚みたいな感じ作ってくれます。なのでちょっとこの辺かな、よいしょ、いくとピロ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 ン、こんな感じで剥がれていくんですね。これが何が保湿かっていうと、お顔に美容液を塗ってこのバイオミメシスを噴射するんですけれども、要はずっとここに潤いのベールがあるんですよ。でシートマスクとは違って通気性がちゃんとあるんですね。なので皮膚の上にもう一枚皮膚を乗せている、それもきちっと保湿の膜であるもう一つの皮膚を乗せてるっていう感じなので、めちゃめちゃ保湿になるんですよ。だから私これが発売されてからもう 2,3 年になるのかな、もうずっと愛用して、まあ、特にこれからの冬の季節っていうのは乾燥が気になるので、特にこの頬のあたりとか乾燥すると毛穴も開いてくるので結構ね頻繁に使っております。いかがでしたか。今日はね私の愛用している美顔器3つご紹介しました。どれもそれぞれ特徴的ですごいね大好きなアイテムばかりなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。